こんな感じでございます。マジ？ドロップのエースフロオタクホストが2年ぶりに復帰。自宅はまるでゲームセンター。いやちょっとわかんないな。分かった分かった。まあ俺と夏希をつないだのはディスカップですね。まあ、それもない話だよ。しかし目を背けられないことも。代表になりたくないとかずっと言ったタイプだったじゃん。夏希が辞めた瞬間のドロップが歴代1位2位張るぐらいのピンチだったね、正直。夏希が知らなかった事実が初めて明かされる。HostTV.com 今年1月、完全新規店クロスをオープンし、さらに近日ミルクがオープンするなど、今勢いの止まらないクレイジーグループ。そんなグループの総本山クラブドロップに電撃復帰を果たしたのが、職業プロオタクを名乗る黒崎夏希エグゼクティブプレイヤー。実は2年前にも夏希を密着取材。当時からオタクっぷりを発揮していた。10万ぐらいするやつなんで。これで10万です。これ1枚ですか。今回2年ぶりに自宅を訪ねると、さらにオタク具合に磨きがかかっていた。まるでゲームセンターのような夏希の自宅。お店でしか見ないようなゲームの数々。ということで、プロオタク黒崎夏希の部屋ルームツアースタート。はあ、懐かしい。コロナ禍の時パチ屋閉まったじゃないですか。自粛みたいな感じで打ちたすぎて買ったんですよ、その時に。やばえ、嘘でしょ。ノルマ落ちしてますけど。え、落ちる。落ちてます。指と、まあ、中学生ぐらいの頃、めちゃめちゃ入ってたよね。あれですよね。音ゲーで U ビート好きってドラゴンボールで悟空好きなやつ一緒じゃん。間違いない。そう、置いときゃとりあえずさ、ゲーセン感出るもんね。出ますね。やっちゃってよ。いいですか、はい、シュールだな。いけてる？割と。顔が真剣すぎる。カメラ映えしない。顔が。おいおいおい。顔が。聞いてねえぞ。ギリ落ちたんじゃないですか。え、落ちた？はい。失敗と出ております。で、ネオミに。これも僕らの子供の頃ですよね、うん、だって置かれるとこもうすごいもん。すごいですよね。下品だもん。だから100の書き方が下品だもん。もう警報器つくのが下品ですよね。でこれ夏希の悪いところの、なんか一個ずつこう揃えるのは良かったけど、後半面倒くさくなってもうなんか小銭とか入れ始めてなんて入れたの。面倒くさくなってる。これ絶対無理でしょ。そんな下まで行くんだ。はい、取れたら30万ぐらいです。狙いはいいんじゃん。ほら、え、意外といっちゃう。アーム強くね。え、本当にある。あ、うわ、うま。本当にやられた。マジで持って帰ろうと思ってた今。これもすごいじゃん。それもそうですね。これ全部レアなやつでしょ。俺あんまポケカ詳しくないんだよね。めちゃくちゃやばいっすね。これ全部でえいくらぐらい。1000ぐらいいくんじゃないですか。やばユニアも夏希っぽいもんね。そうっすね。なんか系統がバラバラだな。黒崎夏希エグゼクティブプレイヤーが2年ぶりにドロップに復帰ということで、神崎誠也代表取締役と今だから話せることを腹を割って話してもらいましょう。本当にね、言わなくなったっていうか、仕事増やさなくなったっていうか、この前とかもさ、なんか確認取ったじゃん、仕事のことで。夏希確認取った時に、もう知ってて、あえて多分俺に言わないでいてくれた、その内容を。
だからその人の仕事増やさないように多分気使って内容言わないでいてくれたから、夏木さんから見てもなんかせいやさん変わったというか面白くなくなっちゃいましたね。俺ね、あと硬くなったよね立場が人をそうさせた。やっぱまあ代表っぽくなったなっていうか、その僕が言うのはあれですけど、当時よりやっぱりその責任感とか、さらに2手先ぐらい考えてるような感じは思うかもしれないですね。ありがとうございます。気持ちいいな、メッソもない何食う今日当時夏希が辞めたのは2年前ぐらいかです、ね、5月の終わりぐらいに夏希が辞めることになって、6月の頭がせいや明日から代表ねって言われて、はいはいはい、で6月10日に代表になったの、うん、代表になりたくないって俺ずっと言ってたタイプだったじゃん、はい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 、そう本当に嫌でずっと断ってた中、まあ、なっちゃって、まあ、なったからにはやり通そうと思って、うん、やり始めたんだけど、まあ、多分その夏希が辞めた瞬間のドロップが結構歴代1位2位張るぐらいのピンチだったんだ、正直。なんでそんな売り上げ変わっちゃったんだろう。夏希ってすごい本数が多くて、お店がその人数が少なかったり売り上げ少なくても数が入ってたらちょっと盛り上がってるように見えて、混んでるところにお客さん集まるんですよ。やっぱラーメン屋とかも並んでるところ並びたくなるし、それがその夏希がポンと一人抜けたことによって全体的にガラッと見えちゃって、まあ、夏希いない中も2年間ぐらいか一人でババやってきて、まあ、言い方悪いかもしれないけど結構いろいろやりきっちゃった。で今なんか結構完成されてるじゃん、うんうん、合併もあってで人もいっぱいいて、でそんな中に夏希が入ってくるっていうのがすごく新鮮な感じもするし、まあ、新しい風これで起こるんだろうなって期待してるし、まあ、2年ぶりにさドロップに戻ってきたじゃん、はいはいはい、なんか新しい目標とかがあるだったら聞きたいな。数字はもちろんその役職上げて育てる立場にそろそろ、ね、うんうん、僕も今年30だし、もちろん自分もやっぱり自分としてもホストとして上狙ってたりとかもあるってことで、うんうん、まあ、それはもちろんその、まあ、安定して強いのがせいやさん、しんさんとか2年前は本当に勝てなかった時の方が多いんで、まあ、今後はねもう並ばないっすね、勝ちますそこまで言うかもう逃がさないです。あ、地の果てまで怖えなポケカ盗みに来るときは来たかついスタッフに今の夏希の印象を聞いてみた。まあ、変わったなと思うのがあの責任感がなんか前よりも出てるような感じがすごいしました。なんか大人になったなっていう。前は結構こう卓で楽しくなったらこうお客さんを盛り上げようみたいな、楽しませようみたいなのが優先してたのが、こう全体を見れるようになったっていうか、うん、なんか仕事のこう見える範囲が広くなったなっていう感じがとてもします。表表で自分を見せないタイプなんで、もっと出した方がいいかなっていう感じではありますね。やっぱホストやるからにはもう俺が俺を見ろみたいな感じでギラギラ してほしいなっていう感じですね。まだギラギラが足りない。あ、全然足りない。1ミリももっともっといける。かつてドロップのエースだった夏希、自分のナンバーだけでなく新人育成という形で店舗への貢献も目指すという高い目標へ向けて動き出した。その決意は本物だった。気づいたんですけど、はい、夏希さん、先月ナンバーワンだったんですか。そうですね、店舗ナンバーワン。ちなみにグループでナンバーワンでした。なんとグループでも1位だった。めちゃくちゃ勢いやばいっすね。まあ継続できるように行くしかないですね頑張ります